鹿児島県の種子島の西方に位置する馬毛島、自衛隊が使用する基地、及び在日アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地として、整備が悪魔的との情報をキャッチしました。今回は、馬毛島の現在と馬毛島の役割を詳しく見ていきます。中国的には、やっぱり嫌だろうなと感じていますし、こんなに早く建設できるのかと考えてしまいます。出雲や加賀にアメリカ原子力空母が入港本格始動となると、中国にとってはとても厄介でしょうね。鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ鹿児島県下で、日本に初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのダストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ、喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し、工事を行う必要に迫られていた。というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の硫黄島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同行に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保は最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、
東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり三沢基地及び岩国基地は駐機場である神奈川県の厚木基地からは非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうどこの時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから FA-18 ホーネットへと移行されたが、この変更も陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。 F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカではバージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して批判の声が大きくなり、前述したように1991年8月以降は小笠原諸島の硫黄島にその部隊は移される。ただし、厚木基地から硫黄島までは直線距離でおよそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に対象搭乗者の負担の増加や時間・燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も地元住民をはじめとする猛烈な反対に遭遇し、同島を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的にその移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際にはその艦載機は岩国基地へ駐機することとなり、陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離はおよそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練 FCLP の人的・時間的・距離的な問題を全て低減させることは明白だった。そのため、一部から根強い反対活動はあったものの、前述したようになんとか日本政府が馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は2023年度の補正予算内に馬毛島の整備に2684億円の経費を計上。
陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけに止まらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲、片護衛艦の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても大きな意義を持つだろう。海上自衛隊の対艇型潜水艦の3番艦、ジンゲイが就役予定で、現在、最終調整中の情報をキャッチしました。今回は、最新鋭のリチウムイオン電池搭載ジンゲイ、潜水艦就役を詳しく見ていきます。兵装面では、新型の人は、知識長魚雷やアメリカ製のハープーン巡航ミサイルを、装備も、はや海底の神のようですね。長距離兵器の運用能力などが向上マジでやばいかもしれません。来月の2024年3月、海上自衛隊には、最新型の対艇型潜水艦の3番艦にあたるジンゲイの就役が予定されており、現在のジンゲイは、就役に向けた最終的な調整が行われている段階にあるとめされている。対艇型潜水艦の3番艦として、就役を間近に控えたジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所で建造が進められた艦艇であり、一昨年の2022年10月に、進水と命名を終えた後、最終偽装や各種テストが実施されてきた。すでに、海上自衛隊では、この最新鋭の対艇型が、1番艦対艇は、三菱重工業者の神戸工場が、2022年3月、2番艦の枠ゲイは、川崎重工業者の神戸造船所が、2023年3月に就役を果たしており、満を持しての3隻目の就役となる。昨年2023年3月に、対艇型の2番艦である枠ゲイが戦列に加わった時点で、海上自衛隊に実戦配備された潜水艦隊22隻の内訳は、前々級の親潮型8隻、前級の総流型12隻、対艇型2隻となっていた。よって、今回対艇型の3番艦、ジンゲイが、このまま、来月の2024年3月に、計画通りの就役を果たせば、これが、親潮型7隻、総流型12隻、対艇型3隻という構成に移行するものと考えられている。これら実戦配備された22隻の潜水艦隊の他に、海上自衛隊では、サイコさんの親潮型の2隻を練習潜水艦として運用しており、今回、ジンゲイが就役することで、親潮型の1隻が、同様の変更を受ける可能性が高い。今回のジンゲイは、およそ700億円の予算を投じて建造されたが、これは、1番艦で、ネームシップの対艇がおよそ800億円、2番艦の枠艇がおよそ720億円であったことと比較すれば、量産の効果で、多少の減額が達成されたものとなっている。対艇型は、今回のジンゲイも含め、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルと前級の、総、流型とほど同様な規模感であり、同艦をベースにした改良型であることを物語っている。総、
U 型の最終の2隻と同じく、タイゲイ型は、機関構成として、ディーゼル機関を、主として、リチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせたディーゼルエレクトリック方式であり、通常動力型としては、世界最大クラスの規模を誇る。ただし、今回の3番艦のジンゲイは、それまでの1番艦タイゲイと、2番艦ワクゲイと同じく、重機であるディーゼル機関も、川崎重工業社製の 12V2525SB を2機搭載する形式だが、以後の4番艦ライゲイからは、これも完走される予定である。本来、防衛省海上自衛隊サイドでは、タイゲイ型の建造に合わせて、このディーゼル機関の刷新も視野に入れていたのだが、開発が間に合わず、3番艦のジンゲイまでは、前級の、そう、流型と同様の川崎重工業社製の 12V2525SB の搭載で建造された。タイゲイ型の4番艦である、ライゲイも、すでに、昨年2023年10月には、進水と命名を終えており、同艦から、新型の川崎重工業社製の 12V2531 へと重機が変更されるため、新型のシュノーケル発電システムに対応し、さらなる能力向上が期待されている。この新型のシュノーケル発電システムは、従来の鉛製バッテリーからリチウムイオンバッテリーに変更される点を最大限に活かすために計画されていたもので、短時間での充電とその際に、シュノーケルを海上に出した状態での敵からの探知を抑えることに主眼を置いて開発された。いかに、通常同型の潜水艦が、潜航時の航行音が蓄電池を用いたモーター駆動で原子力推進艦に比しても静粛性が高いとはいえ、やはり、給排気と充電のために、シュノーケルを海面に出す精神度航行時には敵に探知される可能性が飛躍的に高まる。この状態を少しでも回避するために、タイゲイ型潜水艦の建造にあたって準備されてきたものが、新型のシュノーケル発電システムであり、今回の3番艦ジンゲイには間に合わなかったが、以後の4番艦ジンゲイからは、念願の実装が見込まれている状態である。この新型のシュノーケル発電システムを実装できていない点は、ジンゲイでは惜しくはあるが、そう、流型の最終の2隻と同じリチウムイオンバッテリーの搭載艦とはいえ、その設計は、それを、あらかじめ前提としたものという、相違がある。このことは、そう、流型の最終2艦以降、タイゲイ型では、未搭載となったスターリング機関が出力に比して、非常に大きな装置であったことから、その廃止を果たせたことで、元より制限の多かった潜水艦内の環境にとっては、貴重なスペースをもたらす作用はあった。これによって、タイゲイ型では、海上自衛隊の艦艇として最後まで実現されていなかった女性自衛艦用の乗組に必要なスペースを確保することにつながり、専用のシャワー設備や、仕切りのある居住区間を設けることに成功している。そのため、多タイゲイ型では、6名の女性自衛官が乗組員として搭乗可能なスペースの確保が図られ、世界的に進む各種のジェンダーフリーに対応すると同時に、少子高齢化で乗組員の確保に頭を悩ましてきた海上自衛隊にも若干の選択肢の増加をもやらしたと言えそうだ。さて、ジンゲイの兵装面であるが、前々級の大屋潮型、前級の総流型と同様に、同艦のタイゲイ型でも、その主兵装の数と配置は踏襲されており、艦首部に 533mm 魚雷発射管を6門備える仕様からは変更はない。この6門の 533mm 魚雷発射管からは、2022年から導入が行われた対艦攻撃用の新型の18式超魚雷や対艦及び限定的な対地攻撃能力を有するアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84Lを運用することが可能となっている。新型の18式超魚雷は従来の89式魚雷の一部を流用する形で、いわばその改良型として開発された兵器で、およそ94億円を投じて開発され、敵のデコイに対する対応力や、
水深が比較的に浅い海域での使用も前提とされている。これは、現在、日本が喫緊の課題としている対中国海軍の艦艇への対処力の向上を念頭に置いていることを表していると思われ、比較的に水深の浅い東シナ海などの南西諸島方面においての作戦行動を想定したものだろう。また、前述したアメリカ製のハープーン巡航ミサイルのブロックに UGM-84 リッターも89式魚雷と同様に 533mm 魚雷発射管から運用可能で、その最大射程距離はおよそ 250km 弱とされているが、これは昨今の対艦ミサイルの性能としては不十分になりつつある。こうした点から、日本では現行のイージス護衛艦から運用すべく、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルのブロック4および5の調達を打ち出しているが、これらはいずれも最大射程距離で 1600km ほどと言われている。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、かつての敵地攻撃能力、昨今は、これを反撃能力と言い換えた対地攻撃能力の獲得のみが大きく取り上げられているが、同時に、これが対艦攻撃用の長距離兵器となる点も忘れてはならないだろう。さて、ジンゲイのネーミングだが、旧大日本帝国海軍から合わせれば、今回で3隻目という由緒のあるもので、初代は、シンクジラの名で、明治時代の1881年に竣工した外輪船のお召し艦として、国威の発揚を図る意図を持って、様々な巡航行事に使用された。続く二代目は、シンクジラ型潜水母艦の一番艦、シンクジラとして1923年に竣工。太平洋戦争では、開始時には第7潜水戦隊機関であったが、旧式化が否めず、練習艦となるも、終盤には、艦艇不足から輸送任務に就いたが、1944年10月にアメリカ軍機の爆撃を受け、沖縄の瀬底島で撃沈されている。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も、今年で3年目に突入する気配が濃厚で、また、北朝鮮は、その一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに、食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われている。そうした状況を反映してか、昨今の北朝鮮は、何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また、中国は、相変わらず、2024年年初の台湾総統選挙で、民進党の頼行清則氏が勝利を収めたことで、軍事的な恫喝を強化することが想定されている。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が、従来以上に、軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には、新たな対応が求められる。現在の日本の岸田政権は、安全保障の強化の財源として、増税の姿勢を示していることもあり、政治的には、不人気で、支持率も、下降の一途をたどっているが、財源を置いておくとすれば、防衛予算の拡充には、取り組みを強化している。自民党と公明党の連立路線を続ける現、岸田政権は、まず、2022年末には、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の、いわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定。防衛力の増強へと舵を切った。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比で、その額は 2% という規模への到達が予定されている。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して、防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で、大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充である。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から、攻撃を、敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては、政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもある。しかし、昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府では、この敵基地攻撃能力を、
反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることで、その保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろう。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾等が挙げられている。トマホーク巡航ミサイルは、今更説明は不要と思われるほど、世界的に見ても、著名で、実績は豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装である。日本政府は、当初アメリカから、このトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンである、ブロック5の調達を目指していたとされるが、早期の導入を促進するため、一つ、前の形式である、ブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられている。そして、このトマホーク巡航ミサイルは、国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、射程距離を飛躍的に延伸させる。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが、最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第一段階でおよそ 900km、最終段階では、およそ 1500km までの延伸を目標に掲げている。さらに、現行のオリジナルの人に、意識地対艦誘導弾が、陸上の装輪式の車両から運用される自発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊のすべてで運用を目指している。トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今、複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果を、異物化し、むっこいも一部では聞かれる。しかし、低空を、地形を追従して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで、敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見ても、こうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっている。日本では、当初は、こうしたトマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の配備を、2026年からの開始を想定していたが、昨今の、主として、中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示している。では、トマホーク巡航ミサイルにせよ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずは、すでに、海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS。垂直発射艦が対象になるだろう。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては、現在8隻を有するイージス護衛艦が、その筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製の MK41VLS 垂直発射艦を、これらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となる。だが、こうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では、潜水艦で、これらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられている。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のように、いずれも、実戦配備中の親潮型8隻、双流型12隻、海芸型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は、岩首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっている。トマホーク巡航ミサイルは、かつては、533mm 魚雷発射艦から、運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており、調達は現時点ではできない。そのため、日本では、初めて、
VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるが、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め、詳細は未だはっきりとはしていない。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦であるタイゲイ型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると召されてはいるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる感は否めない。ただし、現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで、初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろう。世界的に見ると、通常動力型の攻撃型潜水艦で、VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国の島山安正弘級位しか見当たらず、こちらは、初期型のバッチ1と呼ばれるもので、水中排水量で、3800トンの艦隊に、6セルの VLS 垂直発射艦を搭載している。韓国の島山安正弘級は、以後のバッチ2以降では、さらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武 -2B 弾道弾であると言われている。玄武 -2B 弾道弾の射程距離は、最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえ、トマホーク巡航ミサイルや人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろう。日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドンに本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。
日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F3 ゴライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次回補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年というこうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。つまりスケジュールを中心とした共通点から相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また日本とイギリスとは立地においても共通点が少なからずあります。両国とも島国で四方を海に囲まれているので次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F3 ゴライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F3 ゴライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは、F3 ゴライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように、A 型の調達は、していません。イタリアの場合、空軍が、A 型を、60機、B 型を15機、海軍は、B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型の調達数を空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは
ユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングに共に、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたとみられています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には、新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では、GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。